はい、どうも皆さん、改めましてこんにちは。今日はですね、今季初の雪中キャンプということで、場所はですね、広島県庄原市にある扇谷オートキャンプ場という場所に来ております。ちなみに今の時刻なんですけど、18時55分、外気温は 0.3 度ですね。なんかね、気温がこの0度以下からもう全然下がんないんですけど、俺の体感的にはね、今マイナス2度ぐらいの感覚なんですよ。なんでこれバグってんすかね、もしかしたらの気温がちょっとね、おかしいなとは思っております。このカレンダーとかもね、全部バグってますね。もしかすると気温もちょっとバグってるかなと思うんですけど、あの時計とかカレンダーは少々いいですけど、気温までバグったらね、さすがにもう潮時かなっていう感じでございます。はい、そういうわけでね、前編の方でこちら秋田名物きりたんぽをこさえましたんで、これからですね、まあ、このきりたんぽを使ってきりたんぽ鍋を今日はね、やっていこうかなと思うんですけど、その前にちょっと皆さん、お湯が沸きましたので一杯飲みましょう。今日は青森の焼酎6種ですね。長芋焼酎です。ただの芋ではございません。よいしょ。はい、いただきます。乾杯。あー、うまい。いいね、あったまる。やっぱあの雪中キャンプで飲む焼酎よりはもう最高。本当に毎回言ってますけどね、マジで最高。じゃあね、早速このきりたんぽなんですけど、1本は鍋にして、もう1本はねちょっと別の食べ方で食べようかなと思いますんで、まずはね、きりたんぽ鍋の準備にかかりたいなと思います。使う野菜はこちらでございます。順を追って説明すると、まずね、ごぼう先輩ですね。ちなみにこれは青森県産のごぼうでございます。そして、鍋といえばこちら、同僚の長ネギくんですね。これと、本当はね、きりたんぽ鍋っていうと、あのセリっていう野菜を使うらしいんですけど、そのセリがね、どうしても見つけられなかったんで、たまに会う地元の後輩、水菜でございます。はい、これであの、なんとかして代用していこうかなと思います。ちなみにあの、福岡県産ですね。これはあの、東北全く関係ないです。まずはね、このごぼう先輩って結構アクが強い人なんですよ。なんでアク抜きをしないといけないんで、これをね、フェザースティックにしてアク抜きをね、しようかなと思います。はい、ザルセット。水張ってます。そしてフェザーを作る時といえば、やっぱりこれですよね、オピネルです。皆さんもあのフェザーをオピネルで作るでしょ。やっぱりね、オピネルでフェザー作ると一番綺麗に作れますからね。おりゃ、あ、よいしょ。アクが強い人っていますよね、やっぱり。あ、めっちゃ飛ぶじゃん。やっぱアク強えな。素直に入ってくれんわ。アク強い先輩ってやっぱのいるじゃないですか、どこにも。皆さんどんな感じですか、アク強い人と関わるときって。大変ですよね、飲み会とか。でもあの、基本的にね、俺が知ってる中でアクが強い人っていうと、飲み会の席だったら同じ話しかしないんですよ。なんであの、最初に言ってたことのリピートしかないんで、2回目言った時に先にね、言うんですよ。これってこういうことですよねって言ったら、めっちゃ気分良くなります。ぜひあの、使ってください。飲み会テクニックです。そういう人のことをインゴでごぼう先輩ってあの、呼んでください。俺は別に呼んでなかったですけどね、今勝手思いつきました。よいしょ。えいえいえい、オッケー。じゃあこれは後ろに下げます。じゃあ続いてまな板セットしまして、どうしましょうかね。まずは地元の連れの水菜くんですね。これ切っていきます。あんまり人数いてもちょっと鬱陶しくなると思いますんで、あの2人でいきます。じゃあ根っこの方をカットす。はい、そして何等分ですかね、3等分4等分ぐらい。よいしょ。まあこんなもんでいいでしょう。じゃあ水菜くんもこっちに退去と。そして長ネギはどの立ち位置ですかね、ちょっと忘れましたけど、カット。これもね、1本全部はちょっとやりすぎだと思うんで、半分使います。ちょっと根っこを切って、あのかっこいい切り方でいきましょうか。これ斜めのね、こういう感じで。じゃあ長ネギも OK ですね。これも引き上げます。よいしょ。はい、じゃあ野菜の準備はね、こんな感じで完成です。そしたら続いて、こちらの一人用の南部鉄器をここにセットしまして、だし汁をね、作っていきます。本当はね、俺あの、きりたんぽ鍋とか食べたことがないんで、市販のさ、パックのよくあるだしあるじゃないですか、あれ買ってこようかなと思ったんですけど、なかったんですよ。なんでね、今日はちょっとそれっぽく作ってみようかなと思います。そういうわけで、まずはお水入れます。まあこれお湯ですけど、そんなに多分いらない。まあこんなもんかな。そして鶏ガラスープ、これが多分一番味の決め手ですからね。ちょっと多めに入れます。こんなもんかな。なんかあの、聞く話によると、やっぱきりたんぽ鍋って秋田の郷土料理じゃないですか。なんでその秋田県で有名な比内鶏っていうんです、あれの柄でなんか出汁を取るっていうのが定番らしいんですけど、ちょっと今日はね、あのそういうの無理なんで、こちらです。味の素の鶏ガラスープ、万能ですよね。これ使わせていただきます。そしたらここに日本酒です。よいしょ。どうですか。はい、これどのくらい入れましょうかね。もうちょい、うん、こんぐらいいこうか。みりんです。どんくらいいこうかな。まあこんぐらい。
足りない分はね後から調整すればいいと思うんで、あんま言い過ぎ注意ですね。そして決め手はこれ、絞りたて生醤油、もうこれはやっぱ欠かせないですよね。はい、いってらっしゃい。よいや。で隠し味に博多の塩です。これをどんくらいいこうかな、ある程度なんかしょっぱい方が美味しいみたいな話聞いたんで、こんぐらいじゃん。いやなんかあの全て缶の味付けなんでどうなってるかわかんないですけど、多分うまいはずだと思う、俺の予想だったらね。わかんないですけど味見、うん、まあ大丈夫でしょう。そしたらきりたんぽ鍋には欠かせないこちら鶏肉ですね、今日は宮崎県産の桜姫持ってきました、はい、これをねあの本当はその比内地鶏っていうんですかね、あれでやった方がいいと思うんですけど、ちょっとねハローズにこの宮崎県産の桜姫しか売ってなかったんで、これでやっていこうと思います。どりゃ凍ってんなマジで、うわ全投入でいきます、カッチカチや、よいしょ、オッケー。でこれからね野菜入れるんですけど、野菜入れる前に先にねこの鶏を火にかけて一煮立ちさせます。はい、セット。そしてこれじゃあちょっと高すぎるんで下ろしますと、まあ、こんなもんすかね。じゃあこういう感じで一旦一煮立ちさせます。はい、じゃあこんな感じで鶏肉が煮込み終わりましたんで、まずはこちらアク抜き終わりのごぼう先輩ですね。もうアクが抜き終わりましたんでめっちゃいい人になってますよ。多分パワハラとか一切しないでしょうね。これ投入します。いや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 、よいしょ。でアクが抜けたといってもね、やっぱり根菜系であることが変わりないんで火が通りにくいんでね、一旦これでもう一回煮詰めます。よいしょ、いやいい感じっすね。じゃあごぼうもいい感じ火取ってると思いますんで、この残りの野菜たちも入れていきますね。まずはネギ、ういっ、あこれはもうダメか。そして水菜もね、もう今のタイミングで入れときます。ちょっと早いかもしれないですけどね。で問題のトッポギです。これ1本はねちょっと別の食べ方で食べようと思いますんで、1本だけ鍋に入れます。この一番大きい方ね入れます。じゃあこれねなんか包丁で切ったりするより折って入れた方がいいらしいんで折ります。いきますよ、パカ。おー結構粘っこいな、思ってたのと違うわ。はい、じゃあまず1本、よっ、どうでしょう。はい、2本目と、はい、いいねこれ。広島県庄原市ですけど秋田満喫できてますよ。じゃあこれ蓋をしてちょっとだけ煮込みます。蓋閉まんねえな、まあ、こんな感じで大丈夫でしょう。はい、じゃあそろそろいいでしょう。火から下ろしましていきますよ皆さん。これが秋田名物きりたんぽ鍋、正解かどうか分かんないですけど、いきますよ、出てこいや。おーい、よい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 よ、熱いわ。いい感じじゃないですか、うまそうっすよ。じゃあ早速ね食べていきましょうか。じゃあ再び元祖マッコリですね、これセットしまして、いやどんな感じかな、楽しみですね。なんか正解かどうか本当わかんないですけど、初めてなんでねやっぱ。じゃあまずあの鶏肉です。そしてセリです。ごぼう先輩もちょっと入れまして、で一番ね何よりやっぱ重要なのはこの出汁ですよね。きりたんぽとなんだその他もろもろの出汁がねいっぱい出たスープですよ。これが一番重要なんですよね、もう間違いないです。そればっかりは鍋はねやっぱこれを抜いちゃ何とも言えないんでね、まあ、そういうわけであのまずねスープからいただきます。あーうまい。あの出来上がってから全く味見してないんですけど、めっちゃうまいですね。もう完璧な味付けです、素晴らしい、さすが俺。じゃあアクが抜けて煮込み上げられたごぼう先輩いただきます。うん素晴らしいわ。でネギと水菜同時に、うまい、これはもう最高っすね、めっちゃあったまる、ほんと最高っすね。そしてメインの鶏肉です。うん、比内地鶏ってやつを食べたことがないんですけど、わかんなくてもわかる、めっちゃうまいです、本当に間違いないです。じゃあ問題のきりたんぽです。やっぱねこれがありきのきりたんぽ鍋です。これがなかったらきりたんぽ鍋じゃないんで、これ出汁をねしっかりつけまして、初きりたんぽですね。今日は本当に初めてが多いですけど、じゃないですからね。じゃあいただきます。ん、ちょっとしっかりこう出汁を吸わせまして、再びいただきます。うん、これはなんていうのかな、餅とはやっぱり違うんですよ。餅をこのちょっと濃いめの味付けをした鍋の中に入れたっていうのにやっぱり近い部分はどうしてもありますよね。まあ俺の味付けがどうかっていう話にもなるんですけど、ちょっとね変わった
った感じですね。餅ではないけど餅っぽさもやっぱある。でもおはぎの感じではない。やっぱの半殺しっていうのがの重要でしょうね。これはねうまいわ。でもマジでで俺思ったんですけど、きりたんぽはねもうちょっとこうスープ吸わした方がいいと思います。ちょっとこうつけときましょう。あしまった、なんか忘れてると思ったんですよ。あの今ね湯割り用のお湯を温めてるんで、その間にちょっと別のお酒飲もうと思ってクーラーボックス開けてみたんですけど忘れてました。舞茸です。はい、これをね入れんといけんかったんですけど、いや失敗っすね。これ入れるか入れんかでだいぶ味変わりますよ。いやもう今更ちょっと入れるの前なんで、もうこれはあの家に持って帰りますけど、いや失敗っすね。じゃああのちょっと気を取り直していったら何なんですけど、今日はですねこちらでございます。札幌のビアサプライズ、コクの神髄ですね。深いコクのプレミアムな味わいって書いてます。いただきます。あーうまい。じゃあ自分の方はねこのきりたんぽ鍋美味しくいただこうと思いますので、皆さんあとは食後にお会いしましょう。それでは後ほど。はい、時刻は21時26分、外気温はマイナス 2.1 度ですね。はい、確信しました、こちらの温度計壊れております。はい、この気温でね氷点下入ってないってことはまずないっすね。もう絶対おかしいっす。まあ、あの帰ったら速攻アマゾンで新しい温度計買います。というわけでね、あの私の方も先ほどのきりたんぽ鍋、あれもね全部食べ終わったんですけど、こちらです。このもう一本のきりたんぽ、これね本当だったらあの味噌つけてねあの食べようかなと思っていろいろ準備してきてたんですけど、腹満ですね。はい、もうお腹いっぱいです。やっぱりねあのこれ米なんで、これ1本で1合近くあるんじゃないですかね。なんでねもうあの食べれないです。あの無理して別に食べてもいいかなと思ったんですけど、まあ、あの本当ちょっと食べてねあの廃棄みたいなのももったいないんで、これはねあの家に持って帰って味噌塗って普通に食べるか、あの鍋に入れてね食べようかなと思います。そういうわけであのテイクダウンします。じゃあ一応ね今日の方としましては、まあ、全工程終了っていう感じなんですけど、最後にですね皆さん一つニューアイテムのご紹介があります。これがですね何かと言いますと、こちらでございます。これですねスノーピークのノクターンですね。まあ、知ってる方多いと思うんですけど、まあ、あの要はねこの見ての通りガス管にセットして、あのランタンっていうよりかはなんかランプ系の明かりを出すっていうね、まあ、そういうものになります。でこれなんですけど、自分でね買ったものじゃなくって、前編のね冒頭の方でも言った通り、私ですね昨日までちょっと東京に行ってまして2泊したんですよ。でその1泊目の方があの自分が所属している事務所の忘年会の方に行ってたんですけど、その2泊目の方が今年の年末で亡くなるファンサイトのね、オフ会があったんですよ。その時にね参加してくださった視聴者さんにいただきました。ありがとうございます。まあ、なかなかあの高価なもんで、俺もねずっとあの知ってたんですけど、ちょっとね自分では買うのはちょっと踏み出せなかったんでためらってたんですけど、こういうタイミングでねもらえて非常にありがたいですね。というわけであの今日ねまだ完全に新品です。なんでねここでちょっと火入れしていこうかなと思います。じゃあ開封の儀です。失礼します。オープン、えいえいえい、よいしょ。中見てみるとこういう感じのね白いケースに入ってまして、説明書があります。これはねチラッともらった時には見たんですけど、まあ大体あの想像通りっていう感じの使い方です。じゃあいきますよ。オープン、シャキーン、いいですね。じゃあこの周りを外します。なんかあの物はねずっと知ってたんですけど、すごいですね。なんかこういう森の感じというか、今日あの雪中キャンプで火入れするにはもうベストな感じの柄してますけど、いやーありがたいですね本当に。じゃあちょっとここにひとまず置きまして、畳んだ、倒しとこうよいしょ。でこのノクターンなんですけど、昨日一昨日もらったばっかりで、ちょっとねあのガス管を買いに行く余裕がなかったんで家の中探してみたら、これです。超古いや今ではないあのスノーピークのねパワーガス、これがあったのと、まあ、あの最新パッケージの普通のガス管、これがあったんですよ。でねこっちはね結構いっぱい入ってるんですけど、これがね本当にあとちょっとしかないぐらいの感じなんですよ。ただね今の氷点下も入っちゃってますんで、一応、まあ、これ使ってみてなくなったらこっちのねあのノーマルガスに切り替えるっていう風な感じでねやってみようかなと思います。まあ火入れなんでねちょっとあの安全見てこっちの方がいいかなと思います。じゃこの蓋取りまして、まあこの辺はあのよくあるバーナーとかと一緒ですよね、使い方としては。えいよっけー、よっしゃ。でこのノクターンなんですけど、燃料のバルブはここにあるんですけど、火力の調整はねまあなんかここでするみたいな感じらしくて、とりあえずね皆さん火入れしましょう。いきますよ。じゃあシャキーン。でその他のランタンとかもそうなんですけど、こうガスを出して火を近づける方結構いらっしゃるんですけど、あれねちょっとこうボッてなるんで怖いんですよ。なんで正式なやり方で言うと、火を近づけてバルブを開ける
そしたらねボってなんないです。これねポイントです。いいですね。でここでこう調整するとこういう感じですよ。こっちはどうなのかな。こっちはそんな、あ、これはやっぱそうですね、消化のタイミングとかだけですね。わかりますかね、こういう感じで森の模様がついてますんで、見る角度によっての火の感じがだいぶ変わりますよね。で火力上げるとこういう感じ。これが多分最弱ですね。最強っす。まあ、どんな感じかな。このぐらいがいいっすかね。ちょっとこれここのとこ置いときますね。やっぱ想像してた通りね、非常に柔らかい光ですね。本当ありがたいです。まあ、これ燃費的にどういう感じなんかわかんないですけど、まあ、ガス管がねちょっと正直そんなに安くないんで、まあ、なんとも言えないですけど、まあ、できればねちょっとしばらく使っていきたいなと思います。風とかの影響とかこれどうなんですかね。結構受けるんですかね。やっぱりありがたいです。なんていうかね、こう光量自体だったらもうすごく小さいんですけど、こう一人でねこの本当に細々とやってる中でこの明かりはね、なんか逆に心強いというか、そういうねなんか不思議な力を持ってる光を今出してるなっていう感じです。まあ、そういうわけでね、自分の方としましては一応今日乾燥なんでね、周りに誰もいないんですけど、時間もねだいぶいい頃合いになってきましたんで、そうですね、もうちょっと焚き火楽しんでこのお酒ね飲んだら、まあぼちぼちやっぱなんだかんだり疲れもありますんで、今日はね対面寝ようかなと思います。というわけで皆さん、続きはね明日の朝お会いしましょう。それではおやすみなさい。また明日。はい、おはようございます。ただいまの時刻は7時6分、外気温 0.7 度ですね。ちなみに最低気温なんですけど、6時59分の 2.0 度っていうのは今回最低気温ですね。もう完全にこれ壊れてますね。だって今 0.7 度なのに最低気温 2.0 度ってやっても壊れますからね。これ帰ったら速攻で買い替えます。いやー、でもなんかやっぱ清々しい朝ですね。こういう感じの雪があると。ちなみにね、寝てるとちゃんと何回か目が覚めたんですけど、やっぱこの南賀様のおかげで中入ってる時はすごくあったかくなりましたね。じゃあぼちぼち起きて、霧火つけてね、コーヒー飲もうかなと思います。はい、時刻は8時27分、外気温は一応 1.5 度ですね。じゃあとりあえずお湯が沸きましたんでね、朝のコーヒー飲みましょう。よいしょ。はい、これこっちに持ってきまして、今日のコーヒーなんですけど、こちらでございます。これもね青森の方からいただいたんですけど、津軽お化けコーヒーですね。ちなみにこちらの妖怪なんですけど、赤舌ですね。津軽地方の田んぼに出現と書いてます。国運を身にまとい、赤い舌を出した恐ろしい要望をしている田んぼの水路をめぐって争う人間を嘆き、水門を開いて水を平等に与え農民を助けた話が残っているっていう、まあ、めちゃくちゃいい妖怪ですね。はいまあ自分もねこうお化けとか幽霊とかそういうのすごい好きですけど、違うんですよね、妖怪と幽霊って。何が違うかっていうと、やっぱ幽霊の方は人間の恨みつらみの話ですけど、こういう妖怪系はですね、その地方特有のまあ気候だったりとか、まあそういうなんか逸話を元にして作ってるのがすごく多いんで、見てたら楽しいです。じゃあね、早速いただきます。よいしょ。中身はどんな感じだ。あ、普通な感じですね。はい、セットと。よいしょ。はい、いってらっしゃい。じゃあいただきます。この階段ナイトグラスで飲む津軽お化けコーヒーです。いただきます。あー、うまい。ちょっと独特のなんか豆の香りですね。なんかね、いつも飲んでるコーヒーとちょっと味が違う気がします。すごく美味しいですね。これが津軽の味ですよ。で、さっきからねちょっと雪がまた降り出したんですけど、まあ、今年はねほんとすごい暖冬なんで、一時はね雪中キャンプできるかどうかすごい心配だったんですけど、まあなんだかんだでね大丈夫だなっていう気がしてきました。今日見てるとね、また来ようと思います。冬場はねここのキャンプ場来ること多いんで、来た時はお世話になろうかなという感じですね。じゃあちょっと朝のお菓子も出しましょうか。今日はねこちらでございます。なんていうんじゃろう、メープルマニアって書いてますこれもいただき物です。よいよ。中身はこういう感じです。白い恋人みたいな感じですね。うん、うまっ。
で、ちなみにね、このノクターンなんですけど、昨日夜寝るときね、今これ一番ちっちゃい火力なんですけど、この状態でね、ずっと間接照明的な感じでつけたまんましてたんですよ。そしたらね、まだついてます。かなり燃費良さそうですね。来て最初使い始めた時点でもうかなりガス少なかったんですよ。なんで俺はね、起きてる間にもう完全に切れちゃうと思ってたんですけど、全然そんなことなくってのめちゃくちゃ燃費ありますんで、まだ残ってますね。満タンのガス缶で使うとね、相当持つんじゃないかなと思います。ちなみに火力マックスにするとこういう感じですね。このぐらいです。わかるかな。はい、これマックス、これ最初、この状態で一晩持ちました。ガスない状態でね。一応ここ置いときますねどうなるかわかんないですけど、いやーよかった。まあそういうわけでね、自分の方としましては、このコーヒー飲んで焚き火ね、ひとしきり燃え尽きたら撤収して帰ろうと思います。そういうわけで皆さん、あとは撤収後にお会いしましょう。後ほど。時刻は10時52分ですね。ちなみに車の温度計ではマイナス1度になってますまあとりあえずこんな感じでね、撤収完了しましたんで、これからぼちぼち帰っていこうかなと思います。それでは皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、あといろいろやってますんで、概要欄のチェックもぜひぜひよろしくお願いします。それではさよなら、また来週、バイバイ。